ハーリアは、イギリスのイングランド原産のセントハウンドの一種である。ハリアと表記されることもあり、時に、英語圏などでは、ハーリーという愛称で呼ばれることもある。なお、ビーグル・ハーリアは、これとは別の犬種である。ハーリアは13世紀頃の文献にも書かれているかなり、古い犬種である。その名前は、ノウサギ狩りをするために作出されたことを意味していて、 はじめはノウサギをパックで追うことのみに使われていた。しかし時代は変わり、ノウサギ狩りはキツネ狩りにとって変わられてノウサギ狩りは衰退していった。そのためにハーリアも減っていき、絶滅から守るためにイングリッシュフォックスハウンドと一種交配されて、容姿と能力が変化した。それによりノウサギ狩りとキツネ狩りを兼ねる良犬となり、 一回目の犬種の危機を乗り越えることができた。だが、ハーリアは再び危機に直面することになる。二度の戦火によりパックは解散され、バラバラになった犬たちは、飢えや伝染病で多くが死に絶えてしまう。第二次世界大戦後の生存数は百数頭まで減ってしまっていた。そのため残された犬たちを世界中から集め、犬種を回復させる努力がなされ、 かつての質の高いまま、数を回復することができた。他犬種と比べると、数はあまり多くはないが、再びのウサギやキツネを、王犬種として用いられるようになった。また、アウトドアのお供としてのペットとしても買われるようになり、少数は海外にも輸出されている。ありがとうございます。